おととしタイで起きた反政府デモの際にデモ隊に放火され全焼したバンコク中心部にあるショッピングセンターがおよそ1年半ぶりに再開しましたおととしの反政府デモで放火され建物のほとんどが焼け落ちたこちらのショッピングセンターは再開するまでに1年半以上もの時間がかかりましたバンコクの中心部にあるショッピングセンターゼンは、 おととし5月反政府デモの集会が治安部隊によって強制排除された後、ボートと化したデモ隊に放火され全焼しました当時の首相の退陣を求めたタクシー元首相派と治安部隊との衝突では多数の死傷者が出る事態となりました同じように放火された他の施設と比べ建物の一部が崩れるなど被害が大きかったほか、 去年の洪水の影響で復旧工事に遅れが出てオープンが年明けにずれ込んだということです。